シーンが見れるのもあとわずかだと思うんですよね。用水路なんですけど、あ、なんかちょっと遮断したように、作られていくんですよね。おそらく何かしらのね理由があって、こういうやつとかこの位置がもうね拡張工事でかなり削り取られているんで、こういう感じで残ってたんですけど、ほとんどこのエリアだけで、ここにね今日はね、旭川沿いに来てんですけど、まあ、何でもね、そのリクエストでバラック村に行こうかなということで、まあね、旭川は、基本的にね、旭川周辺というか一級河川の、ちょっとね、治安が悪いという、話をね、聞くんですよね。物件屋さんとかその賃貸とか結構ね、安く、住める場所ということで結構いろいろ話聞くんですけど、まあ、昔ね、この辺とか昔の処刑場とか、刑務所があったりとか、まあ、こういった地域には、まあ、番地がなく、バラック屋根の住宅が多く点在しているというところなんですよね。今日はあのそういうところをね、中心にね見ていこうかなと思うんですけど、そうですね、まだ、未開な地が多いんですけど、別に多分ね特に何もないとは思うんですけど、ちょっとね昔ながらの痕跡をちょっと見ていこうかなということで今日は始まります。狭いんですよね。まあ、この狭い理由で、拡張工事をするという話が出てるんですよね。結構狭いんで、この、道を広げるということで、下をどかすという話を、ね、立ち退きですから、ね、聞いてます。東洋カープ赤ヘル軍団廃墟的なね感じの前ね、ここ家あったんですけど取り壊されてますね。まあ、基本的にはこの区画だけだと思うんですけど、もう立ち退きが始まってほとんど空き地になってるところが多いということで、でまあ一つねこの危険性っていうのが旭川が、すぐそこなんで、あの堤防がね決壊した時がにあの水が結構来る、一番最初に来るということでちょっと危険性がねあるんで、あんまりねいい場所ではないかなと思います。
このね、用水路なんですけど、なんかちょっと遮断したように、作られてるんですよね。おそらく何かしらのね、理由があって、こういうやつとか、このエリアだけ存在するんですよね。まあ何かしら理由があっての、あれだと思うんですけど。でももうね、ほとんど人が住んでないということで。ここのね、ここなんですけど、もともとね、バスとか、車とか、なんか廃車の車がね、置いてあったんですけど、もうね、完全に、撤去されてる状態ですね。本当に1年前とか全然残ってたんですけど、こんな感じで。やばいな、これ。道が。道が古すぎて、普通に、行けるような感じじゃないですよね、これ。で、元々ここにもね、バラック小屋があったんですけど、拡張工事のために、ほとんどなくなってます。元々家があったんですけど、ああいう感じで残ってたんですけど、ほとんどこのエリアだけ。で、ここにね、残すって書いてます。何かしらの理由があって、こうやってると思うんですけど。すごいな、タイヤで。待ってますね。多分全部。そうなんでしょうね。
というわけで今日はねこんな感じで撮影させていただきました。もうねこのねシーンが見れるのもあとわずかだと思うんですよね。もうね拡張工事でかなり削り取られているん でまだ残ってるって、ま、人がね住んでたり、管理してる人がいないからこうやって残ってたりするんですけど、まあ、あとはね本当に時間の問題かなと思います。でまあねそのいつもこの旭川線沿いをね通ってて見るその廃車のね山ってのももうなくなっちゃって、まあ一つの目印だったんですけどね、もうそういうのがなくなってるっていうことはね、このシーンも本当に、あとわずかの命かなと思います。はい、いうわけでね今日はこんな感じでした。リクエストくれた方ありがとうございます。まあこんな感じなんで特になんかすごい悪いとかいうようなことはなく、ただ空き家が多いんでちょっとね寂しいなとかいう感じにね不気味だなとか思うかもしれません、知りませんね。はい、というわけでまたねリクエストありましたら、コメント欄にね書いてください。それではね失礼します。アバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録も